ミルウォールブリック、ミルウールブリックとは、新聞紙を用いて作る一種の打撃武器である、チェルシーブリックとも言う、1960年代から1970年代のイングランドにおいて、サッカー観戦で隠し武器として用いられていた。本来武器とするために作られているわけではない。新聞紙は大量に入手することが可能であること、また数枚の新聞紙を丸めて成形するだけであり、 作成が容易であることから、この武器が広まっていたと考えられている。1960年代後半、サッカー観戦における暴力行為に対し、警察は武器になりうるあらゆる物品を没収し始めた。没収の対象となった物品の中には、鋼鉄製の櫛、ペン、コースター、清涼菓子のポロ、靴紐、さらにはブーツまでもが含まれていた。しかし、新聞を持ち込むことは許されていた。 ガーディアン誌やフィナンシャルタイムズ誌のような大番の新聞紙は、ミルウォールブリックの作成には、最も適していたが、警察は労働者階級のサッカーファンがそういった高級紙を持ち歩いていることを不審に思っていた。そこで、より不自然さの少ないタブロイド紙が、ミルウォールブリックの作成に用いられるようになった。スピリット・オブ・69、エース・キン・ヘッド・バイブルという本では、 フーリガンによるミルウォールブリックの使用について次のように述べられている。新聞紙は固く丸められてミルウォールブリックと呼ばれるものが作られていた。また、1ペンス効果を紙に包んでナックルダスターが作られたりもしていた。ポケットの中に小額の釣り線を持っているとか、デイリーミラー紙を腕に抱えているとかでは逮捕されることなどまずなかった。また、スキンヘッドでは 次のように述べられていた。例えば、ミルウォールブリックは、新聞紙を何度も何度も折り丸め、押しつぶして、梱包を作ったものであった。2003年6月、英国議会の庶民員は、折り丸められた、新聞紙を武器としてみなし、傍聴者が持ち込むことを禁じた。タイムズ氏の記者マイク・ヒュームは、2001年9月11日のアメリカ同時多発テロ事件に際して、 サッカーのフーリーガンが新聞紙を折り丸め、ミルウォールブリックというものを作っていたこともあるから、航空機内からは新聞紙をなくすべきだと風刺的に述べた。その他にもミルウォールブリックを作ることによって新聞紙で人を殺害する可能性があることは指摘されていた。ミルウォールブリックのような武器は武道においても用いられている。1994年武道家ロバート・ルイス・リベラは、 フィリピンのミンダノオ島でイスラム教徒が行っているカンピランカリという武道においてその稽古内容に新聞紙を武器として用いることを含めた。またリベラは新聞紙に限らずペン、串、ブラシ、電話、雨傘など手元にあるあらゆるものを武器として用いた。リベラは武器はあくまでも手を補助するものであり、まずはすでにおける技能を完璧なものにすることが 寛容であると述べている。一方、ミルウォールブリックはポップカルチャーの中にもしばしば登場している。アイルランドのポップロックバンドのブリンクは1994年にリリースしたチェロというタイトルの CD シングルの中に同曲のミルウォールブリックミックスというリミックスを収録している。1995年にはギタリストとしてダグアルドリッチを用したハードロックバンド バットムーンライジングがミルールブリックというタイトルの EP 版 CD をリリースした映画ボーンスプレマシーではジェイソン・ボーンが手近にあった雑誌を棒状に丸めてナイフを持った敵に対抗したありがとうございます